こんにちは。配信を始めました。やっほー。ショールームはでも久しぶりかもしれない。ごめんね、みんな、お昼に急に始めてこれあれ、天然水の箱を置きました。今日は朝からスガキ屋オース店のオープンのリニューアルオープンのお仕事というか応援に行きまして、嬉しい、スガキ屋さんでのお仕事ができてすごく嬉しかったんですけども、そう、ファンの方もオープン時に駆けつけてくれてたくさんいました。あんなに朝早かったのに、みんなありがとう。それで今日は先ほど終わったので、でね、じゃん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 じゃじゃーん、スガキコ様から大量のすごいものをいただきまして、いやもうね、そう、いただいたんですよ。だからちょっと紹介しようと思ったのと、普通にメイクしてるし、今日練習するんですけど、この後ちょっとまだやる気が起きないからみんなとお話ししようと思って始めました。そう、今日はいい一日のスタートでしたね。可愛いでしょ、洋服。こんなの着ないんですけど、今日は着ました。見て、まず1個目、じゃじゃーん、こんなにも可愛い、スガキ屋さんのパック。やばくない、やばくない。ここにスガキ屋のスーちゃんがいます。危ないね、みんなごめんね、酔わないように気をつける。トートバッグ、こんなに大きいの、なんか青と赤が2色あったんだけど、赤をいただきました。嬉しい、こんな大きいバッグ絶対使えるじゃん、かわいい。続いて、あ、ちょっと一番、特に一番嬉しかったものはちょっとあれしよう、後で最後にも。じゃあ本当にね、たくさんいただいたんです。あ、これはよくテレビで見るやつ、テレビじゃない、テレビじゃない、店舗だ、店舗で見るやつ。じゃじゃーん、五目ご飯の素、やばいです、嬉しい。美味しい美味しい五目ご飯の素をいただきます。あー嬉しい、私本当にスガキ屋さんも大好きで、もう昔からも名古屋のソウルフードじゃないですか、名古屋ってか愛知県の、だから嬉しい、大好きです。もう本当に持ち帰ったことは多分あると思う、家で食べたことがある気がする。そう、みんなもぜひ、多分店舗に絶対売っているはずです。そう、私は昔買ったことがある、前髪がすごいアイドル前髪だな。そう、嬉しい。名古屋に来た際はぜひ、愛知に来た際はぜひ。続いて、私の家に30袋ぐらいある、もう普段からお昼ご飯でなんか食べてる、じゃじゃーん、みそ煮込みうどん、嬉しい。そう、みそ煮込みうどんもやってるんです、スガキ屋さん。続いて、本店の味、やばくない、嬉しい、もう超嬉しい。これはもう2つ家にいつもあるそう、でも最近味噌煮込みうどんが切れてたので、もう嬉しい、
これ私いつもパックのやつを買うんですよ。これが何個も入ってるやつ、あれを買うんですけど、まさかいただけるとは。それぐらい好きです。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。続いて、あー、これもね、これも食べます。バーン、ザルラーメンとバフ豚骨ラーメン、嬉しい。これはもう本当にお店の、いやでも夏だからいいですね、ザルラーメン最高。もう私本当に嬉しくて、もう私これ見た瞬間もうときめいちゃったもん。もう嬉しい、なんかスガキ屋さんのお仕事だけで嬉しいのに、あー嬉しい。きっとあの愛知県のスーパーとかにもこういうの売ってるので、愛知以外の方はぜひご購入ください。なんで美味しいからね、どこにでも売ってますよ。美味しい美味しい。今日はその実際に店員さんが着ているお洋服を私たちも着たんですけど、そうスーちゃんとめっちゃ写真撮ったのね。あのスーちゃんっていうキャラクターね。あ、ちょっと待って、これ知らなかった、入ってるの。じゃーん、そばき焼きそば、そばきや。あ、そういうこと、ペヤングとコラボしてる。え、これ絶対美味しいじゃん、食べます。嬉しい、ペヤングとコラボしてるんだ、それはやばい。そばき屋、焼きそば、そう焼き場所、ん、そばき屋です。すいません、反対から読んだら焼きそばになるからそばき屋なんだと思ったら焼き場所だった。いや、焼き場所か、全然違いました。あの、そばき屋です。味噌のリニューアルはなんかめっちゃレトロで、普通にあのカフェみたいな、本当に今時の女の子が行くようなカフェみたいな内装で、めっちゃ可愛かったです。ピンクがめっちゃ可愛かった、めっちゃ写真撮った。はい、そばき屋ね、みんなもね、ラーメンみんな食べた？なんかおすすめがいっぱいあったんですけど、なんか今回の復刻メニューが、ネギラーメンかな、ネギラーメンとコーヒーゼリーのアイスみたいな感じだったんですけど、私コーヒーゼリー家でもう作るぐらい好きで、自分で作るぐらい好きなんです。もうコーヒーゼリー大好きなの。もうそうだけど、あ、復刻版食べてる人いる？2人とも、2人じゃない、 2つとも。ねえ食べたい、コーヒーゼリーだけ今日食べれなかったから、またもう個人的に食べに行きます。普通にスガキ屋はね、いつでも行けるからね、行きます。愛知県に来た際はぜひ。セットがあるんだ。でも私あのピオリンも食べたい、ピオリンとコラボしてるやつ。ピオリンって知ってますか皆さん。ピオリンだよね名前、ピオリン、ピオリンチャレンジとかあるじゃん、こういうやつ。そう、ピオリンがとコラボしてるあのスガキ屋さんのメニューがあるんですけど、スーピオリンセット、そう、あ、ピオリンとスーちゃんがコラボしてるやつか。そう、皆さんもぜひぜひぜひ。私も今日食べられなかったけど、でも今日はあれなんです、あの さっきお昼ご飯の時間帯ですけどに、あのラーメンを、スガキ屋さんのラーメンを食べたんですけど、もうスペシャルバージョンで、今回自分でなんかもうトッピングし放題みたいな、もうなんかメンマとかめっちゃ入れちゃう、もうこんな量入れちゃってバーンって、そうやらせていただいたり、あと
ソフトクリームも自分の好きなトッピングでできたんです。また乗せますけど、いやもう神でした。ほんで、あれたこ焼きも食べたんです。タコ重めっちゃ美味しかったです。そう、本当にめっちゃ食べるじゃん。そうなんだよね。あのでも本当に全部食べちゃいました、すいませんめっちゃ美味しかったんだもん。私いっぱいいただいたので、でお土産はね、まだあります。はい、続き、もうなんか話がね、いっぱいなっちゃったんだけど、じゃん、焼きうどん絶対美味しいよね。もうこれとなんか一緒に売ってると思う、多分スーパーに。もうね、美味しい。写真は、まあ、ありますよ。写真めっちゃ撮ったからまた載せます。そう、練習は練習の前に載せますマジで美味しそう。ソース味だって。うどん私本当にあんま食べないんですけど、絶対美味しい。これでもこれ初めて見たの私。もうね、家族が喜びますこんなの。もう本当に。ほんで私が一番嬉しかったやつ、ラストのね、私が一番嬉しかったやつ、もう愛知県民として、あのスガキ屋さん、もう昔から通ってた民として一番嬉しかったやつ、こちらです。どーん、わかります？これが何か。皆さん、私はもうこれを手に入れたから最強かもしれない。じゃじゃん、ラーメンスプーンなんですけど、これあのフォークもついていて、これやばくない？これ愛知県民の方はもうね、わかるでしょ、この嬉しさが。もう欲しいなってずっと思ってた。もうスガキ屋行くたびに思ってた、このスプーンはどこに売っているんだっていう。しかもあのね、丸じゃなくて、見て、これわかります？あの昔の方なんですよ。そう、すごい、あの配信してるとこ映ってる。あ、ほんで段ボールも映ってたけど、まあ、うん、嬉しくない？家でラーメン食べるときたまーにあります。その時に使いたいと思います。これ知らない？みんな、ここがフォークになってて、ここがスプーンなんで、スープも一緒に飲めながらここでこう食べる、めっちゃいいですよね。嬉しい。これしかも、そう、昔のタイプなのね。これが今60周年であるみたいです。もういただきました。ほら書いてある、昭和53年だって、1978年。ひー、そんなに経つんだ。生まれてないけどさ。そう、こちらをいただきました。だからもう私が家でラーメン食べるとき、私だけもうこれなんで、もうね、マウント取れる、いいだろう。私はラーメン一つでラーメンも食べれちゃうし、ラーメンの汁も吸えちゃうんだぜっていうね。はいこちらをいただきました。もう嬉しい、超嬉しい。もうね、家族が、もうね、家族でみんなで行ってたんで、もうみんな喜びますわ。美味しくいただきます嬉しいな。全部ね、見たことあるもん。はい、ということで、またね、スガキ屋さんとね、お仕事できたらいいなと思います。今日は CMS のメンバーに、あのたくさん CMS のメンバーが4人いたんですけど、その中に混ざってたので、私そう、だからまたね、あのチーム E のメンバーとかにもとも一緒に行きたいですね、スガキ屋。そして一瞬ミルクティー失礼します
そう嬉しかったな。そうでも今日は髪の毛とかちょっと巻いちゃったんで、次はあのスーちゃんと同じ髪型にしたいですね。こういうやつ、スーちゃん。私最近本当にクマさんとか全然やってないから。この髪型可愛いでしょ。なんかハーフツインのねじりみたいな、なんか猫ちゃんみたいな感じしました。まあ全然猫ちゃんじゃないですけど。みんなでも朝から来てくれてありがとうございます。今日はねメイクさんにね可愛くしてもらったの。自分じゃこんな巻き方できないからね。そうコンタクトが乾く、今日すごい乾くの。ちょっとダメだかも、取ろうかなコンタクト。取ったらちょっと練習できないんで取りませんけど、今日早起きだった。そうでもみんなの方が多分早起きだったと思うよ。本当にありがとう。朝からね並んでくれたって知ってて。嬉しかった。結構でもお話できたファンの方と。それが良かったです。昨日は公演だったんですけど。ね、ミレタが帰ってきてたり、ハタゴンの通告上公演が最後だったり、なんかもうね情緒がやばいです。もう悲しいよ。昨日の最後のあなたへとかも染みちゃって。私最後のあなたへって結構なんていうの、なんかこう染みるっていうよりありがとうみたいな、楽しく終わる曲だと思ってるんですけど、あ昨日はもう泣いちゃった。普通に初めてあなたへが悲しい曲に感じてきて。そう次なんてどうなっちゃうんだって感じなんですけど、あの楽しみます最後まで。うん、まあ人によってね考え価値観曲の感じ方とか違うけど、今日まつげ綺麗って言われたみんなに。でも私朝だから本当に朝だからテンションが下がるとかあんまないんですけど、今日は珍しく眠たくて、今は眠たくないんだけど、朝あの普通に行きの時とかずっと眠たくてぼーっとしてた。そしたら今日静かだねって言われて。そうだよねって自覚あった。昨日公演だったからね、ちょっとでも昨日公演入ってたじゃんみたいな人もあのスガキ屋にいたりして、本当にみんなすごいなって思います。ありがとう、優しいねみんな。朝くまで起きてた。うん、うん、起きてないよ。私は昨日はもう落ち着いたらすぐお風呂入ってすぐ歯磨いてちょっと V 君と遊んで寝たもん。みんな平日なのにすごいね。すごいよね。でもあのまあとお仕事行った人とかいそうだけど、ラーメン食べてお仕事やって。うん。いい。でも結構もう夏に入るじゃないですか、7月でゼップも始まるし、
結構予定が詰め詰めなので、それは大丈夫かなと感じております。合間合間に公演があるんですけど、ちょっとしっかり練習しないとなんかやらかしそうで怖い。大丈夫かな。そのために頑張って練習します。でも見ててほしいです、しっかり。はい、今日のメイクのポイント、今日のメイクのポイントは最近買ったリップがすっごい可愛いんです。これなんか、これでも私2個買ってなんかなくしちゃうんですよね。今日もなくしかけた、なんか2個買ってなくしそうになったんですけど、なくさなかったです。でも今日はちょっとなんか女の子すぎて、なんかもう結構なんていうの、もどかしいじゃなくて、なんて慣れない感じ。そう、何番ですか。これは122番です。こちらですね。はい、こちらになります。すごい韓国語ラッカの122番です。なんかもう一個買ったんだけど、それはね合わなかったんだよね、私の唇の色に。すごいなんか同色で浮いちゃったんだけど、また挑戦。そわそわする、それです。そう、めっちゃそわそわする。こんな服あんま着ないからさ、そう、そわ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 。こんにちは。みんなお昼だからお仕事中だよね、平日のお昼だから。今日のふわふわな髪で踊ったら大変になりそう。え、でもか、なんか可愛い髪型しても、私昨日もね、ポニーテールをしたんですよ、昨日。なんだけどもう前髪、まあここも緩むんですけど、このポニーテール結んでるとこも、なんだけど前髪がもうやばくて、汗やばすぎて、もうね、もう夏やだちょっと思ったけど、でも夏はなんかアイドルだから好きかもしれない。普通に生きてたら多分嫌いだと思う。そう、めっちゃ汗やばくて昨日、もうなんかもう嫌だっただって可愛くないもん、汗かくと。なんかすごいもうプール上がりみたいな、お風呂上がりみたいな感じになんかなっちゃうから。日本語弱すぎね、日本語弱いよね、ちょっとやばい今日。でもなんか本当に嫌で、それがめっちゃ嫌だから、なんかでもかといって別に抑えめに踊るっていうのは違うじゃないですか。だからもういいやって思って、もういいや、生きてる、そう生きてます。みんなはどうせ可愛いって言ってくれるもん、そう信じてるよ私はブスって思ってもね、優しいからね。でもちょっと本当にいい加減にしてほしい、この汗のこの辺。私でもここにしか描かなくて、あとまあこの辺ね、ここぐらいしか描けない、描かないの。そうだから、でも全部出るとこに描くから、なんか背中とかだったらまだいいじゃんね、本当にまあ嫌なんです。汗をかいて踊る浴衣がいいんですか。本当ですか。じゃあもういいですでもだからこういう日とか、なんかちゃんとした私に会いたいときは公園じゃないかもしれない。でもいやでもな、公園も見に来てほしい贅沢だね。だけどなんかちゃんともっと可愛い日あるもっと可愛い、だから公園より遠く会の方が絶対可愛いし、そりゃ髪も毛もちゃんとなんていうの整えてるし、うん、
だから可愛い私に会いたい時はトーク会に来てくださいそう、野外とかやばそうだよね。どうしよう。あ、ちなみにですね、そんなあの可愛い私に会いたい人は、9月の、6と7と8でしたっけ、6と9、なんだ分からないですけども、あの何でした6と7かな、7と8、まあどちらか、まあその3日間のどれかで、あの幕張メッセの方で、あのトーク会と握手会が追加がされました。7、8です、ありがとうございます、教えてくれた方、ぜひお待ちしておりますそう、なんか前回なんか取れなくて会えなかったって方も結構いたので、あのそれはもう、あ、前に来てください。追加の日程が決まりました。はい、可愛い私に会いに来てください。公園でなんかすごい汗かいて、あの子誰だろうと思って、多分遠くへ来たら汗かいてないから、多分あのもっと可愛いはい、会いに来てください。なんかでも握手会の方がみんなね、まあそりゃそうだよね、握手したいもん。あ、ママから LINE が来てる。ちょっとママからの LINE を一旦返してもいいですかすいません、ずっとギャルだったからずっとギャルは嘘、私ちょっとあのなんかね、ネイル取りました感すごい爪がたくさんあるんですけど、そう、あとまだ取れてない爪もありますね。ずっとギャルだったから、もうこんくらいもなんかめっちゃ長かったんですよ、ってぐらいの、そうだけど取っちゃいました。そう、もう何年ぶりぐらいなんだけど、そう、波平原今日撮った写真をどうやってあげようかなと思ってて迷ってる。ゆかたん、ん？ゆかたんはバブちゃん。バブちゃんじゃないでしょ。バブちゃんはもうね、さつきちとかのことを言う。あれはバブちゃんだね。なんかさつきち、この間あの同会の時に、なんかね、目が合うとね、こっち来てくれるの。駆け寄ってくれて、そう。ゆかちゃんみたいな、私も嬉しかったですみたいな、かわいいよね、 V 君みたいでかわいいって書いてある確かに V 君もそうなの。築地とヤーニャンどっち推しなんですか。うーん、うちもかわいい。もうね、もう私推しとか言わないようにしたんで、もうあのみんなが推しです。もうかわいい、まああのゆあにゃんはそうだね、まあ推しめです推しめなんですけども、か推しめってかもうかわいい、なんか見てて本当に癒される、もうかわいくてかわいくて、そうで私それをキョッピーが知っててゆかさんなんか最近いろんな人になんか言ってるみたいな言われて、もうそれすらも嬉しい、かわいいみたいな、そんなに気にかけてくれるの私のことっていうね、かわいい、もうみんなかわいいもうかわいくてかわいくて、なんか赤ちゃんみたいな、赤ちゃんだね。まあみんなも同じぐらい、いや同じっていうかもっとさね、すごいじゃないですか、みんなはもっともう愛にまで行ってるから、私まだねまあ娯楽だし、うん、ハザゴンが選んだリバイバル公演の方は思いっきりバブでした。やだやだやだ
私本当にもうなんかちっちゃい頃っていうか昔の私もうなんかもうガキンチョっていうか、まあでも普通そうなんですよ。11歳で入って同じ顔でこうなんていうの成長するわけがなくて、成長の過程でいろいろメイクとかなんていうの自分の中でなんかコンプレックスとかそれは当たり前に出てくるわけで、こんだけこうなんていうの見た目を見られるお仕事だからこそ、でも本当に嫌です、恥ずかしくて2016年、8年前、もう私ね嫌なんだよね昔を掘り返されるの昔が黒歴史とかじゃなくてシンプルになんかみんなにどう思われるのかが嫌だてか普通なんだよね、これが当たり前に人は変わるんです。9年ここにいれば、私そのね、でもみんなは昔も今も可愛いよって言ってくれるさ、きっと。でも私は昔の私はまあもうね封印だよ。赤ん坊が緊張って感じですね。懐かしい。まあでもなんか私でも本当に最近すごい、昨日もね楽屋でなんかマキコさんとあとクマさんに最近よなんかよりっていうかなんていうんだろう、最近なんかパワーアップしたねみたいな、なんかそういう感じで言ってもらったんです。めっちゃ嬉しくて、でも最近めっちゃ言われるの本当に、私もういいですってぐらい言われるのなんか最近本当になんかなんかね変わったねみたいなめっちゃ言われるの、もうあのなんていうのありえないぐらい言われる。この間のトーク会とかでも一部30回ぐらい言われてそれは言い過ぎまあ、それぐらいのね、なんかでも私そんなに変わったかなと思って、わかんないの、自分では全然わかんないし、まあでもメイクとかなんていうの、まあ、大人になってこう自分のなんていうんだろう、あの見せ方が変わってきたのもあるんですけど、そんなにかなと思って、でも嬉しいことです、すごくめっちゃ嬉しいです。ただ自分はどこが変わったのか全く分かんなくて、うん、嬉しい。やっぱでもどうなんだろうね、みんなよく気づくね、それだけ見てもらってるってことですね、ありがとうございます。まあでも楽しんでるよね、アイドルって言われることが多くなって、それがすごい嬉しくて、なんかあの自分も多分それは感じてて楽しいんですよ、うん、楽しい。だから嬉しいですね、そうやって言ってもらえるの、伝わってるなら嬉しいです。そしてコンタクトがすごく乾いています、ただいま。いいことですね、
なんかでも多分私思ったんですよ、これ分析結果、結構もう結構考えて分析結果出しました。私黒髪したからだと思うんです。黒髪にしたからめっちゃ言われるようになったので、自分でも黒髪が結局しっくりきてるんですね今。ただいま私今染めたいって感覚なくて、なんかちょっと前はなんかドピンクとかやってみたいなとか思ってたんですけど、なんかまあなんかね最近欲がなくて黒でいいやって感じですよ。だしね、なんだろう、ただ暑い夏は、私さこのエクステついてるんです今、後ろだけに50本ぐらいついてるんですけど、暑くてもう夏はダメだね。夏はもう暑い、すごいすごいコメント見つけた。僕も染めたいが染める髪がない、悲しくなってきたな。エクステつけよう、やっぱりエクステはね味方だよ。そう、髪の毛も伸ばせちゃうし増やせちゃうし、エクステつけよう短くても熱くない？嘘、もうなんかここのボリュームがすごいからもうね暑いの、もうね生きてるだけで汗が出てくる、やだ。みんなも気をつけてください、熱中症とか絶対今年めっちゃ流行りそう、毎年流行ってるけど、私でももう本当に暑くてもう嫌だ、すごい嫌なんだ、夏が嫌いなの本当に。なんかフェスとかだったら全然ね楽しいが重なるんだけど、もう暑いだけの日はもう嫌だ、もう夏嫌い、まだ来てないのにまあでもかき氷がしみるよね、そういう日は。かき氷今ブームなんで自分の中で、そうだからみんなもかき氷食べて食べて夏頑張ろうねもう私夏頑張る方法何がある？乗り越えられないかも夏。夏にロング振り回してるゆうかちゃんみたい、ほんとね。でも暑いよロングは、まあ全然ロングにしますけど全然地毛だったらいいんだよ、地毛がそのまま伸びてくれればいい話なんだけど、そうエクステだとさこう量がもう倍に増えるわけよ、で余計熱いのここに熱がこもっちゃって、うん、今の地毛がこれくらいなんです。あでも伸びた方じゃない、これぐらい、これぐらいね、で今エクステこれ、あ全然だね、これぐらいだね。女の子って本当に大変、キャンメイク東京女の子にしか通じないこれ。かき氷一杯いくらまで払いますか？かき氷一杯1500円、どこも大変ごめん今日も行った今日。実際でも最近キャンメイク買ってないな。あ、買ってないわ。洗顔だった。めっちゃリップ塗るじゃんって感じだけど、口が乾燥してね。コメントよくの読んでる。もちろん。
みんながね書いてくれてるやつをじーっと読んでます。ずっと2000円までなら出す、みんな価値観違うね。逆に私なんか出せないものなんだろうな。これにこの値段っていう、たまにでもあるよね。みたいな、こんな少ないのにこの値段みたいな。あるある。でも書き終わりは満足感がすごいと思う。なんか暑いのに、なんていうの、冷たいものを、暑いから冷たいものをこう口に取り入れるじゃん。したらもう涼しくなるじゃん。そこで満足感が、なんか心がこう解放されるっていうかさ。だから払える。お腹は冷える。最近ディオールのファンで買った。私でも使ってないのにすごいぞ。しかもこれ男性ね、すごいね。あ、未完全 TV のかき氷見ました。そう、頑張りました。まだ結果は出てないですけど頑張りました。そう、私もね家でね見ようと思ったら、なんかその時になんか家のなんか電波がなんか悪かったっていうか、なんか落ちちゃってたのか分かんないんですけど見れなかったの。なんかあのあれで追ってましたよ、ちゃんとハッシュタグで追ってた。未完全 TV のハッシュタグで X で、はい。見てね、頑張ってるから。あれがもう2ヶ月3ヶ月3ヶ月前とかかな。時は早いね。もうあっという間に来年だよ。知ってた？みんな、私あと5ヶ月もないうちに21になるんだよ。はあ、悲しくなってきた。21は悲しいよ。あっという間に誕生日だね。まあでも夏越えたらだから、私はもうこの夏越えるのが大変なんだから。私夏越えるまで5年ぐらいかかりそう。もう体感5年。毎年夏が嫌いになってるの。あの好きなんだけどね、あのアイドルしてる時は好きだよ、もちろん。だって外で野外ライブなんて最高じゃん。夕方とかなんて最高だよ。だけどもう暑いのがね無理なんです。そう、夏越えるのが大変。一緒に越えようね、一緒に頑張ろうね。夏越えたら25になっちゃう。そっか、確かに計算的にあっという間。でも結構ねモバメとかでもバレてる気がする、私が夏嫌いなの。焼けるし暑いし、もう嫌なの。でもプールとかはいいよね。プールとか確かに楽しいよね。みんなもでもあれよ、その夏野外フェスとかの時とか待ち時間多分多いと思う。多分私たちより多いと思うんだよね、みんなは。だからこんなこと言わないでって感じなんだけど、でもみんな本当に、確かにみんなが頑張ってるから私はもっと頑張らないといけないね。偉い、みんな。分かんない、フェスとか出るか分かんないんだけど、まだ何も分かんないんだけど、もし出たら。今日とかも絶対暑かったでしょ、朝早くから。結構外もさ暑くてさ、もうすでに私が家出た時には。仕方のためなら何時間でも待つよ。サマステいいの？ね、サマステ出たい。屋根あって助かった？よかった。日が強いと余計ね、
大変だよね。ということで今日は1時間ぐらいもうやったかな。みんなありがとう、来てくれて。じゃあこの後20分だけ寝て練習します。もう眠たいんだ。ちょっと眠たくなってきたんだ。みんなと話してたらなんか落ち着いてきちゃって、ご飯も食べた後だし。みんなありがとう、見に来ちゃってくれ、見に来てくれて。10分ぐらいだった。写真だけ撮ってスクショタイムで消して、練習頑張るから、なんか練習頑張る、頑張ってって言って。練習頑張ってって言って、したら頑張れる。ありがとうみんな、優しい。頑張る、頑張るよ。待って、みんなも頑張って。お仕事、もしかしたら今休憩時間か、それとも抜け出してみてるかわからないですけど、はい、抜け出してみてたらリリーしたらバレないように気をつけて。で、あのお仕事この後もあるよって人は頑張ってね。まだなんていうの、なんだっけ、あのたくさん寝てね。みんなありがとうございました。お互い頑張ろう、ファイト。スクショタイムだけしよう。あ、壇上も呼ぶね。はい、えー、今日のお洋服が可愛いから可愛く見えるやつ、えー、かわいい。初めてやったこんなの。はい、ありがとうございました。では段を読みます。ピーポーピーポー、はい。12位から、ひかるくんありがとう。あ、13位からでした。まあ一旦ちょ12位のひかるくん読む。12位ひかるくんありがとう。続いて13位が富士山、富士山ありがとう。じゃあ12位読んだので11位、こうくんありがとう。こう、10位がノラみたいな方。なんかカモンガみたいな、なんだっけ、モモンガ、なんだっけ、このこれ、こういうやつ、ここが広がるやつ、はい、ありがとう。9位がウーワンありがとう。8位がパタンアットマークピオラありがとう。ピオリン食べるね、絶対に。ピオラだから。続いて7位がシェフ、なんかシェフってヒゲ生えてるイメージだからシェフ、はい。はい、ありがとう。続いて6位がアライグマ2、ありがとうアライグマ。続いて5位がアソパソパソ、ありがとう。続いて4位が森ねん、森ねん、ありがとう。続いて3位、第3位がこだまアットマークのみ。何も書いてなかった。こだま、こ
こだまさん、ありがとう。続いて2位がゴッチンアットマークの方もハート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 、ありがとうゴッチン。続いて1位が瀬戸の星人、ありがとう。いいな、瀬戸行きたいな。 STU ありがとう。浅井優香のなんかアイコンだ。そんな可愛いのあったんだ。ありがとうございました。こんなね、ちょっとだけだったのにありがとう。また配信やるとき来てください。皆さん本当にゲリラで配信しちゃうから、いつもごめんねだけど見に来てくれてありがとうございます。ではまた会いましょう。次は2日後、3日後、4日後、いや3日後のハタゴンの卒業公演かな。みんなに顔を出すのは。はい、では練習頑張ります。みんなバイバイ、ありがとう。バイバイ。3、2、1